ジョン・デランシーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の俳優、声優、演出家。同名の父ジョン・デランシーはリヒャルト・シュトラウス等とも交際のあったフィラデルフィア管弦楽団の首席応募エ奏者。妻は歌手で女優のマーニーモシマンで、二人の息子ケイガンとオーウェンも俳優。先天性ディスレクシアとして生まれ。 12歳まで文字と親しむことがなかったが、14歳の時に地元のハイスクールでシェイクスピアのヘンリー4世を演じたことが演劇との出会いとなった。1976年、19世紀の米海拓民のサクセスストーリーを描いた TV ドラマ、キャプテンたちと王様たちでメジャーデビュー、その後、個性派な名脇役として数々の TV ドラマにゲスト出演を重ね、 アドレナリン、ハイボルテージ等多くの映画にも出演している。また、舞台人としても2006年には、アトランタ歌劇場でのプッチーニのオペラトスカの演出を手掛けたり、クリーブランド歓元楽団とナレーターとして共演すると、幅広く活動中。2009年からは、オクラホマのサマースクール等でも演技に関する共勉を、ー更新の指導に当たっている。 デイコールランの出演したテレビシリーズ作品の中でも1980年代に放送された新スタートレックにおいて演じた Q は彼の代表的な役の一つとなった。TNG においては8回登場し最終話でもキーパーソンとしての役割を演じていた。また、その後の同シリーズであるスタートレックディープスペース9、スタートレックボイジャーにもゲスト出演。 おいの、第165は、断絶する旧で実の息子、ガンでランシーと、親子共演を果たした。以下のカッコ内の日付はアメリカでの初回放送日。カッコ内の日付はアメリカでの初回放送日。ありがとうございます。